ナオミ・グロスマンはアメリカ合衆国の女優である。1975年コロラド州デンバーに生まれる。幼い頃から地元の市民劇団の舞台に立ち、アルゼンチンの高校を卒業後にノースウェスタン大学へ進学して演劇を専攻した。その後、ロサンゼルスを拠点とする即興コメディ劇団のザ・グラウンドリングスへ参加。もともとは、 サタゲーナイトライブの出演を目指していたが劇団との決別を余儀なくされ、しばらくはスペイン語講師として、生計を立て演劇からは遠ざかった。しかし、1990年あたりから、名探偵、ダウリング神父などのドラマやコマーシャル、舞台の早くとして、キャリアを再スタート。しばらくは早くとして出演作を増やしていたが、 2012年からジェシカ・ラングラ主演のテレビドラマシリーズアメリカンホラーストーリー精神科病棟へ出演してその名が認知されるようになった。同作品では精神科病棟に患者として入院しているペッパーを演じて強烈な印象を残している。ちなみに2014年から放送された同ドラマの第4シリーズアメリカンホラーストーリー怪奇劇場へも同役で続投した。 ありがとうございます。